はい、皆さんこんにちは。EXILE 事務局のアキラです。今回はですね、昨日開催された3代目 JSOULBROTHERS PRESENTS JSB ランドのね、感想とレポートを簡単に言っていこうと思います。はい。で、ステージとしては、センターステージで、ちょっとジャングルチックな、テーマパーク的なね、感じでね、ゾウのね、鳴き声とかも、爆音で、流れていたらしくてね。はい。で、オミ君のね、髪型とかも変わっていて、挑発だったのがね、今回はセンターパート。はい。顔もね、シュッとしててね、筋トレとかしたんだなっていう印象ですね。はい。そして、リュウジ君ね、トロッコをね、乗り忘れていたらしくてね、そのね、乗り忘れていたね、迷子になってるシーンをね、スクリーンにね、4万人ぐらいの大観衆にね、見守られていたというね、珍事件があったりとかね。はい。あとはやっぱりね、普段のソロ曲、お二人の、ダイヤモンドサンセットとかエンジェル、それを今回はね、二人でパート分けしてね、歌うというね、あとはネオ東京、エリー君のね、あとはガンちゃんのオンリーファンフォーミー、それをもう7人でね、パフォーマンスするというね、スペシャルなね、感じでしたね。あとはね、24カラッツで、ジョーラになると。はい。6年ぶりにね、はい。で、ナオキさんと、ケンジロ君以外は脱いだのかな。はい。そんな感じですね。簡単に。